マレーシアで焼肉の食べ放題をしよう。早速行きたいと思います。パビリオンの中にあるみたいなので入ってみよう。ここの階段いつも誰か座っている。ずっと上にあるみたい。お店を発見。焼きの肉。よし食べまくろう。とりあえず入店。まずは一通りメニューを見ていこう。ナスやエリンギなど野菜もある。焼きうどんなんかも置いてあった。デザートも発見。とりあえず取ってみよう。はい、いただきます。炭火の焼肉で日本と何ら変わらない。お肉は QR コードで注文。とりあえずどんどん焼いていく。網の上がいい感じに仕上がっていく。早く食べたい。全然やめる。さあバクバク食べていこう。柚子ソースで攻めてみる。ごまだれで食べるのもあり。お肉にカリフォルニアロールを合わせてみよう。米と肉は合う。サイドメニューも攻めていこう。焼きうどんもちゃんとソース味。お野菜もちゃんと食べないと。まだまだ全然余裕で食える。炭火の焼肉はやっぱりうまい。どんどん焼けていくので焦げてしまう。焼肉の椎茸ってうまい。肉を食ったら米を食う。そしてウインナー、もちろんおかわり。焼肉そうなえのきベーコン、いっぱい並べちゃおう。鶏肉もガンガン乗せていく。そしてお野菜、玉ねぎはうまい。コーンにはかぶりついちゃう。火力が強いのでガンガン食べていかないと。かなり食ったのでデザートを注文しよう。はい、到着。もっちもちの大福、中にはピーナッツクリーム。ゼリーは思ってたより固め。チョコレートの甘いミニケーキ。もうこれは一口でいっちゃえ。口にちょうどハマるオレンジ。ゼリーを食い終わったらアイスで仕上げ。チョコミントアイスで口の中をリフレッシュしよう。気がつけばあっという間にラスト一口。はい、完食です。チャンネル登録よろしくお願いします。